大塚会夫8月6日台は日本の海上自衛官。2020年9月に自衛官出身者として初めて特命全権大使に任命された。妻で外交官の中谷義恵も同時に中パラグアイ特命全権大使に任命された。東京都出身。行政小学校、行政中学校、高等学校を経て1983年3月。 防衛大学校機械工学科を卒業後、海上自衛隊に入隊。1997年、ジョンズ・ホップキンズ大学ポール・エイチ・ニッツェ高等国際、関係大学院修了、国際公共政策学修士。護衛官、都根艦長、海上幕僚幹部教育班長、海上幕僚幹部防衛調整官、第21護衛隊司令、情報本部統合情報部長、 海上自衛隊幹部学校副校長、第二護衛隊軍司令、練習艦隊司令官、海上幕僚幹部式通信情報部長、アメリカ中央軍日本国主席連絡官、自衛艦隊司令部幕僚長、海上自衛隊幹部学校長、情報本部長を歴任し、2019年12月に退官。公益財団法人日本国際問題研究所、客員研究員、 英国王立防衛安全保障研究所特別名誉フェロー株式会社ミハルスペシャルアドバイザー株式会社フロンテオ戦略アドバイザー伊藤中将事株式会社参与を経て2020年9月11日の閣議においてアフリカ東部のジ物大使に任命することが決定した自衛官出身者が大使に任命されるのは初めてありがとうございます